宝来ダ族は、シダ植物門、宝来ダ科の一群で、細く硬い軸と葉が巻き込んだような包み膜が特徴である。一部の園芸品種は、アジアンタムの名で流通し、観葉植物として栽培されている。俗名は、和名が、宝来ダ族である。学名では、アジアンタムといい、ギリシア語で、湿っていないを意味する、アダントスを語源として名付けられたもので。 葉が水を弾いて濡れないことに由来する。地性のシダ植物。普通は根茎はやや横に這うか短く射上し、輪辺をつける。傭兵は暗色で光沢のあるものが多く、基部に輪辺がつく。葉は創生して多数つける。普通は、鵜状複用であるが、一回鵜状複用から数回鵜状複用のもの、鳥足状に分岐するもの、二股状分岐を繰り返すもの。 稀に単葉のものも知られる。軸は細くて硬く、針金のようで、黒か褐色に色づき、艶がある。商葉は薄く、架空辺の外側の円が裏側にめくれるようになって、膜質となった偽方膜を作り、この偽方膜に覆われるように、裏面の脈状に、放射能群がつく。ただし、わらびなどのように円に沿って、長く続くことはなく、個々の放射能群は、 半円形等、短くしかならない。一つの小葉に複数の放射能群をつける場合は、ここには半円形のものが葉の縁に、樹絶なぎに並ぶ。干渉価値の高いものが多くあり、観葉植物として栽培される。日本産のものでは、蓬来種だが、よく栽培され、時に栽培一室のものが、自生状態で発見される。また、 クジャクシダはむしろ山野草として栽培される。他に、箱根シダも干渉価値の高いものとして有名であるが、栽培はとても難しいとされる。国外のものでは、などがよく栽培される。特にコバホーライシダは、園芸用にアジアンタムの名で流通しているものが、本種に属するものが大部分を占めており、多数の園芸品種が知られている。 栽培では、胃の元相続と、ほぼ同じく、やや明るい日陰を好む性質で、直射日光に当てないようにする注意を要する。栽培適温は20度程度が最適で、前後5度の範囲と言われている。越冬は5度程度でも可能であるが、最低8から10度以上保っていた方が良いと言われている。是非、植え替え、繁殖とも、初夏から夏場に行い、 用土は排水性の良いものが用いられ、繁殖は普通植え替えの時に株分けして行われる。この属のものは世界の熱帯から団体にかけて、ある時には熱帯、亜熱帯に分布し、約200種ある。北、アメリカに最も多く、数種が北アメリカの温帯と東アジアにある。日本には箱根シダやクジャクシダなど以下の8種が知られている。 abcdefghijklmn オードバシュタカ 1992p107 ありがとうございます。